はい、こんにちは、レトスノモです。今回なんですけれども、建物賃貸借の存続期間と更新、あと解約の申し入れ、これについて解説いたします。建物賃貸借は、借家契約と考えていただいて大丈夫です。今回はスライドでお送りさせていただきます。それでは存続期間の方から先に解説いたします。例えば A さんが B さんと建物の賃貸借契約を締結しました。 A さんがアパートを所有していて、アパートの一室を B さんに貸したと、そういった状況ですね。その際の建物の賃貸借契約、借家契約と呼ばれるものなんですけども、この契約期間、存続期間というのは契約期間と考えてください。この契約期間についてどんなルールがあるのかというと、まず最長、これ制限ないんですね。なので、アパートの賃貸借契約で契約期間を60年にしますとか、70年にしますとか、これも有効なんですね。実際にあるかないかは別です。法律上は有効となります。じゃあ最短期間はどうなのかというと、これも制限ありません。例えば、建物の賃貸借契約の契約期間を3ヶ月にします。これも有効なんですね。これも法律違反ではありません。OK です。ただし、1年未満とした場合は、期間の定めのない賃貸借契約になりますよ、というふうなルールになっております。この期間の定めがないというのは、この文字通り契約期間はないものとするといった話なんですね。で、一方1年以上で定めれば、契約期間は1年って定めがあるものになりますよね。1年未満であれば、もうそれは期間はないものとみなしますよ、っていう話です。で、期間がないものになったらどうなるかというと、これは今からお伝えをしていく、後々お伝えをする更新と解約の申し入れ、ここと関連してくるんですね。今言ったように存続期間、契約期間を1年とした場合、また2年でもいいです。その場合は期間の定めのある賃貸借契約ですよね。で、一方で1年未満、例えば3ヶ月だったり6ヶ月とした場合、期間の定めのない賃貸借契約になる。これによってどのような違いが出てくるのか、それが今からお伝えをする更新と解約の申し入れの内容になってきます。まず期間の定めがある場合、つまり契約期間を1年以上で定めた場合ということですね。契約期間、存続期間が1年以上で定めた場合、この場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、当事者の一方が相手方に対して更新拒絶の通知をしなければ、従前と同一の条件で更新したものとみなされます。で、まず当事者の一方なんで、これは貸主、賃貸人でも賃借人でもどちらでも大丈夫です。賃貸人、賃借人、どちらか一方が更新拒絶、もう更新したくないというのであれば、これは通知をしないとそのまま更新したものとみなされるんですね。じゃあいつ更新拒絶、更新しませんということを通知しなければいけないのかというと、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に通信拒絶の通知をしなければいけないんですね。例えば契約期間を2年と定めた場合、2年後が期間満了時期ですよね。その2年後の1年前だから、1年経過してから1年半経つまでの間に通信拒絶の通知をしてくださいね、ということです。これ1年だった場合は、期間満了っていうのが1年後じゃないですか。契約して1年後ですよね。その1年後の1年前ということは、契約した時から半年経過するまでの間なので、契約してすぐに更新拒絶を出すといった感じになるんですよ。もちろんすぐ出さなくても、6ヶ月が経過する前までに言ったらいいんですけども、比較的早い段階で更新の拒絶の通知が必要となってくるよ、という話です。で、この通知をしないと、もう自動的に更新したものとみなされる。これ法定更新と言われます。法律で定められた更新なんですね。合意で更新してるわけじゃないじゃないですか。もう法律でこのようなことが起きたら自動的に更新になりますよと法律で定められているので、法定更新と呼ばれます。で、この従前と同一の条件っていうのは、初めに契約した内容と同じ条件で更新しますよ、という話です。で、続いて、賃貸人、これ貸主、オーナーですね、が通信拒絶の通知を行った場合でも、期間満了後に
賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べないとき、法定更新となります。つまり、賃貸人がこの期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、更新拒絶の通知を行いました。その通知を行った後、期間が満了しました。期間が満了した後も、引き続き賃借人が建物の使用を継続していた。かつ、それに対して賃貸人は遅滞なく異議を述べなかった。つまり、期間満了したから出て行ってくださいとか、まあそういったことを言わなかった。そういった時は法定更新となります。従前と同一の条件で更新したものとみなされるよという話です。ちゃんと出て行ってほしいのであれば、賃貸人は賃借人に対して異議を述べてください。つまり、早く出て行けということを言ってくださいねということです。で、三つ目。賃貸人から更新拒絶の通知を行う場合、正当な事由が必要となります。例えば、賃貸人の親族が使うんですだったりとか、またちゃんと立ち退き料払いますんで出て行ってくださいみたいな立ち退き料の話とか、そういった事由が必要になってきますよという内容です。で、続いて、期間の定めがない場合、つまり存続期間が1年未満の場合の更新だったり解約申し入れの話です。まず、期間の定めがなければ、各当事者、いつでも解約の申し入れができるんですね。つまり、賃貸人も賃借人も、いつでも解約させてくださいっていうことができます。で、解約の申し入れがあったら、一定期間経過により契約は終了しちゃいます。で、これは賃貸人から解約の申し入れをした場合と、賃借人から解約の申し入れをした場合では、契約が終了する時期が異なります。賃貸人からの解約申し入れの場合は、解約の申し入れをしてから6ヶ月経過した時に、賃貸借契約は終了します。一方で、賃借人からの解約申し入れの場合は、3ヶ月を経過した時に、賃貸借契約が終了します。これについても、期間の定めがある場合と同様、賃貸人からの解約申し入れには、正当な事由が必要となってきます。また、賃貸人が解約の申し入れをしてから6ヶ月経過した後でも、引き続き賃借人が建物の使用継続をし、また、賃貸人が遅滞なく異議を述べないときは法定更新となります。まあ、これ、先ほどお伝えした内容ですね。もうここの内容と、まあ、ほぼほぼ同じです。こちらは更新拒絶の通知の話です。こっちは解約申し入れの話で違うんですけども、もう基本的な内容としては同じです。で、この使用継続による法定更新の場合は、これは更新後は期間の定めのない賃貸借契約となります。これ、ちょっとこちらでは書いてないんですけども、こちらも同じなんですね。ここですね。この部分。更新後は期間の定めのない賃貸借契約となります。もともとは期間の定めがあったものなんだけども、賃借人が使用継続によって、法定更新された場合、更新された後っていうのは期間の定めがない賃貸借契約となりますので、まあ、この点は注意をしておきましょう。そしてもっと言うと、こちらの法定更新、これについても同じく更新後は期間の定めのない賃貸借契約となります。従前と同一の条件って書いてあるんですけども、期間については期間の定めのないものと考え、それ以外が初めの契約と同じ条件になるという話です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。